オトメザ、ベータ星は、オトメザの方角にある恒星で四等星。太陽よりも大きく、重く、比較的金属量に富んでいる。これは、ヘリウムより重い元素の割合が、かなり大きいことを示している。王道に、かなり近い位置にあるため、月や時には惑星による遠平が観測される。次の惑星による遠平は、金星により年月日に、 起こる。1922年9月21日の回帰日食の際、太陽近傍にあったこの構成などを用いて、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論、検証観測が、号衆で行われた。ネルソンエンジェルによると、オトメザ、ベータ星には2つか3つの木星型惑星か褐色外星が存在する可能性があるという。 彼らによると、惑星の質量の上限は、それぞれ1.9、5、23木星質量で、軌道周期は15、25、50年である。また、キャンベル・エトール、1988によっても、乙女座、ベータ星の周囲に惑星が存在することが予測された。しかし近年の研究によっても、惑星や Y 星の存在は確認されていない。マクドナルド天文台のチームは、 一つ以上の惑星が存在するとしたら、その質量は0.16から4.2木星質量、その平均軌道半径は0.05から5.2天文単位であると制限を設けた。型有名のザビアバは、ある、アワの一角を意味するザウィットある、アワというアラビア語に由来する。これは本来がアンマ星の名前とされたものが誤って、ベータ星の名前に使われるようになったものである。 ベータ星、ガンマ星、イータ星、デルタ星、イプシロン星は、アラビアの月宿で、第13番目ある、アワとされているが、このある、アワが何を指すのかは定かではない。一説には、吠える犬を指すともされている。2016年8月21日、国際天文学連合の構成の固有名に関する、ワーキンググループは、ザバジョバオトメザ、ベータ星の固有名として、 正式に承認した。ありがとうございます。